はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信をしております。今回のテーマは僕藤野陽一がですね、実際にタクシーに乗務をしまして、その乗務の結果と、その中身ですねの解説の動画となっております。それでは早速なんですけども、貴重なお時間いただきますが、最後までご視聴お願いいたします。でですね、今回ですね、7月の23日に乗務をしましたので、その営業の中身をですね、解説をしていこうと思います。でこの営業解説の動画なんですが、通常ですね、売上を目標を立てて、それに対して、自分がですね、どのようなことを考えて売上を達成させるために1日の流れをこう組み立てていったのかみたいなのを解説をしてます。ただ今回はですね、ちょっといつもと趣旨が異なります。その売上を達成させるためにこんなことをしたよっていうよりもですね、ちょっと違う内容をね、今回お伝えできればなと思っております。というのもですね、この7月の23日というのがですね、賛否両論はありましたが、東京五輪のオリンピックが開催されて、でその開会式があった日なんですね。でこの開会式っていうのはですね、本当今回異例中の異例で緊急事態宣言があるっていうのと、あとはそのね、東京五輪が開催される開会式のね、開催に伴いまして、大規模な交通規制が入るという、この2つのね、特殊な条件がありました。なので、その中で自分がね、どんなことを考えて営業したのかっていう部分と、あと、おそらく、この東京五輪ですかね、東京でオリンピックするのって多分最初で最後ではないのかなって思います。なので、いつも通りその売り上げを追い求めて仕事をするっていうよりも、単純にこの一生に一度あるかないかっていうこの経験ですねっていうのをちょっとね、楽しむことができればなっていうスタンスで仕事をしてました。で今もね、お伝えした通り、その大規模なね、交通規制があって、具体的にはですね、青山通りとか外苑西、外苑東通りがですね、通行止めがあったと。で例えばその外苑西通りとかの、通行止めは神宮の、花火の時とかにもその交通規制入る時があるんですが、ただやっぱその時の、交通規制って長くても2、3時間とかなんですよ。けれども今回のこのオリンピックの開会式に伴う交通規制に関しましては、夕方の4時から明けて夜中の1時半まで交通規制っていうのがありました。でこんな風にしてね、主要幹線道路がこんなにも長時間、使えないという風になると、もうお客様はかなりやっぱね、不便な思いします。でその中でもですね、極力お客様にストレスを与えないようにしながら、なおかつ目的地にできる限り最短でお送りするっていう部分、そこはね、なんかこう使命感があるなっていう部分なので、そういった部分をね、自分はその楽しみながら営業してました。で実際営業してみて、後ほど触れますけれども、ちょっとね、この TCT サービスとかで不明点とかがあったりとか、現時点で分かってることとかね、気づいたことみたいなのもあったので、そのあたりね、ちょっと解説していければと思います。ちょっとね、前置きが長くなりましたが、そんなことも踏まえて今回ですね、お送りさせていただく内容が大きく分けて4つとなっております。まず1つ目が目標 VS 実績で、2つ目が TCT サービスについてで、3つ目がね、祝日深夜のガススタンドで、4つ目がまとめといった流れとなります。では早速ですね、この7月23日の営業目標と実績の話をさせていただきます。通常だとね、営業結果いくらでブルルドンみたいなね、なんかちょっと大げさにやってますけども、先ほどもお伝えした通りね、今日はそんなに売り上げね、追るっていうよりもその使命感ですかねっていうところに、重視してやりました。ただ一応ね、漠然と仕事をしてたら本当にこう目も当てられないような結果になってしまうので、一応ね、1時間ごとの目標を設定して、それに対してのね、実績値っていうのをつけていきました。ちなみにね、この日は売上と各成績が上部にあるこちらの数字になっております。でこの日なんですけども、ちょっとね、戦略的な話をするとですね、大きく分けて2つですね、やり方を考えておりました。まず1つ目がオリンピックの関係者の送迎を中心に営業していくのかっていうのが1つ目。そして2つ目が結局ね、そのオリンピックの関係者の送迎のところに空車が集まると、街とかにね、空車が少なくなってしまう。空車が不足する可能性がある部分もあるので、なので、そのオリンピックとは全く関係ない一般利用される方々を、ターゲットにするっていう、この2つのね、戦略を、頭の中で出庫前に組み立ててました。で、結果として僕はですね、この日はもう完全にオリンピックの関係者送迎に注力をするという仕事をしてました。
でそこをですねどこで判断したかと申しますと、最初のこの1時間2時間の営業時間です。どういうことかと申しますと、まあ、この日ですね、まあ、8時8分ですね、厳密に8時8分に出庫しました。で祝日になるので、祝日の場合ですと8時出庫であっても、もう歌舞伎町ですね、まあ、六本木はもう少ないかな、歌舞伎町に前日の夜からもう朝方にかけて、なんなら始発過ぎてもう午前中ぐらいまで歌舞伎町でお酒を飲んでました、遊んでましたっていう方々がタクシーを利用される傾向にあるんですね。なのでまずはその歌舞伎町に行ってみて、そこのまあお客様の量っていうと言葉悪いかもしれないんですけども、お客様の数とそこに対してタクシーの供給量のバランスを見て、先ほど言ったオリンピック関係者を送迎することに注力するのか、それともそれ以外に注力をするのかっていうのを、この最初の1時間歌舞伎町の営業で決めました。で、まあこれはねちょっと口頭だけではなかなか伝わりにくいんですが、最初の1時間歌舞伎町中心に最初の1時間2時間ですね、歌舞伎町中心にですね、まあ営業してみたんですけども、まあちょっとね空車の方がまあ多いですし、まあ、空車は多いんですよ。もともと多いんですけども。で、一方でね、ちょっと、まあ、8時、9時台、人がね、少ないなっていう、あくまで僕の肌感なんですけども、を感じたので、ああ、これは一日多分、まあ、ちょっと厳しい一日になるかもしれないなと。まあ、もちろんね、日中に関しては気温が爆発的にね、上昇するので、細かいかもしれないんですけども、タクシーの需要生まれるだろうなっていう部分もあったんですが、いや、今日はもう特別な日だし、もう一緒に一度あるかないかっていうところなので、オリンピックの関係者の送迎に注力をしようというところにシフトしました。で、その結果ですね、もうこれ9時以降、夜の9時まで、だ12時間か、これほぼですね、赤字になってるんですけども、ここはですね、有明とか、あとは、あれですかね、その晴海の方とか中心に、そのオリンピックの関係者を、オリンピック会場とかにお送りするっていう仕事を狙って営業してました。なので、オリンピック会場に、まあお客様お送りしたら、また一目散にそこを戻ってくるみたいなね、ことの繰り返しをやってたので、すごくね、営業効率は悪かったです。まあもちろんね、お送りした後に、回送で戻るとかではなくて、まあ空車でお客様巡り会えたらいいなぐらいの感覚で、まあ行って帰ってみたいな形で、仕事を組み立てました。なので、興味ある方はですね、番組の概要欄の方に、日報を貼り付けておりますので、まあ、そちらちょっとね、確認をしていただければと思うんですけども、この日ですね、祝日で鉄板と言われている歌舞伎町、渋谷、六本木でね、ほとんど営業してません。まあ、通過した時にたまたまね、ご乗車になっていただいたみたいなね、あったとは思うんですけども、本当にその、お店のあるところをですね、路地とかをくまなく流して、路地から出てくる人とかを、お店から出てくる人をタイミングを見計らって、ドアは、開けてみたいなこととかって一切やってないです。今ちなみにさらっと言いましたけれども、結構ねこういったねあの走り方、ただ手を挙げられるお客様をあの待つとかね迎え入れるではなくて、こちらから、まあ、攻めるというとちょっとね聞こえが悪いかもしれないですけども、まあ、観察をしてタイミングを合わせてお客様ご乗車になっていただけるようにドアを開けるみたいなことがですね、まあ、繁華街を営業する上でとても大事な戦術になるんですね。そういったことはこの日ね、まあ、全くしてないです。ほぼしてないです。本当に先ほどもお伝えした通り、オリンピック関係の関係者を送迎するし仕事と、あとは、まあ、開会式ですね、あったんですけども、その開会式が終わった後に周辺ですね、会場の周辺でちょっと、ね、タクシーの需要が生まれたので、そういったところにね、まあ、ちょっと注力をして営業してた。でその結果開会式が終わった11時ぐらいから、まあ、プラスに推移してたみたいな、1日の流れになります。でね、オリンピックがパラリンピック含めて9月の5日までかな、開催されてますけれども、まあ、今日のね、この戦術的な部分とか戦略的な部分っていうのがあんまりね、参考にならないと思ったので、今日はね、そこはあまりフォーカスをせずに、まあ、お話をさせていただくっていう趣旨になります。ただ、閉会式、あとまたパラリンピックの開会式と閉会式って言って、あと3回ですね、この大規模な交通規制っていうのがあるので、その日に乗務される方はですね、今お伝えしたような部分っていうのが、ひょっとしたら参考になっていただけるんではないかなと思ったので、お伝えをさせていただきました。趣旨としては、オリンピックのね、関係者を送迎するのか、もしくは、それ以外のね、ところのお客様をね、送迎するのか、この部分に使い分けて、どっちをね、ターゲットするのかっていうのをまず決めて営業すると、まあ、いいんではないかなという部分になります。
はい、というわけで続いて TCT サービスとはということで、今回ですね、オリンピックの開催に伴いまして、その海外のね、オリンピック関係者っていうのがコロナの感染の関係上、公共交通機関が使えないという風になっております。なので、まあ、そのバスとかね、ハイヤーとかじゃないと、まあ、乗車ができないという風になっております。で、どうしてもそのバスとハイヤーだけでは車両が足りないので、今回ですね、 TCT サービスというものが施行されております。どういうものかというと、トランスポートバイチャータードタクシーということで、借り上げタクシーによる輸送ということで、要はまあ、そのタクシーのハイヤーの臨時流用特例制度というものになります。で、それはもうオリンピック関係者の送迎のみというふうになっております。で、これはですね、業界の人間だけではなくて、結構ね、マスコミでも、取り上げられたりとかしてるので、タクシードライバーじゃない方もね、この TCT サービスっていうのは、まあ、興味を持っていただいてる方だとは思うんですけども、まあ、知ってる方もおられるんではないかなと思います。ただね、一方で、ちょっと TCT サービスですね、なんでしょうね、海外からのお客様の、その接点が増えるので、コロナのね、感染とかが増えるんじゃないかな、とかっていう、リスクがあったりとかします。あとはですね、TCT サービスに関しましては、これ僕も実際経験したんですけども、結構これ現場で混乱が生じております。まあ、もちろんね、これオリンピック開催期間中っていうのは、交通規制が行われている部分っていうのが、オリンピック会場周辺と、あと選手村の周辺っていうごくごく一部になってくるので、この開会式にあったような混乱っていうのは、おそらく抑えられてると思いますし、あとは毎日オリンピックっていうので運用していくので、TCT サービスをですね、運用していくので、その辺の、ね、混乱っていうのが軽減されてきてるとは思うんですけれども、ただですね、やっぱり一現場のドライバーからすると、いや、この TCT サービスのプレート表示してるのに中入れないとかね、結構この日お声としていただいたので、今知っている限りのこの TCT サービスのね、運用方法とかをですね、ちょっとお話しさせていただければと思います。まずですね、この TCT における、コロナ感染対策のお話をさせていただきます。いやー、これはね、ほんと僕も乗務をしていてて、これあくまで僕個人の考え方ですよ。他のドライバーさんがちょっとどう感じてらっしゃるかわからないですけども、僕は今回のこのコロナ感染対策に関しては、あのね、安心感を得ることができました。で、これどういうものかっていうと、オリンピック関係者の送迎の後にですね、回送にして10分間その換気、消毒をしなきゃいけないと。で、なおかつそのオリンピック関係者を送迎した後にですね、そのお客様の、乗車記録っていうのをね、こうつけなきゃいけないっていう風にドライバーの方に義務付けられております。具体的にどういうものかと申しますと、そのオリンピック関係者の方、乗車時と乗車時間っていうのをまず記載をすると。で、続いて降車時と、降車時間を記載すると。で、あと降車後の処理ですね、消毒と換気をしたのか、ごめんなさい、これ換気っていう字間違えちゃってますね、はい、換気をしたのかっていう部分ですね。で、これ10分間必ずやらなきゃいけないと。で、回送にして10分間やらなきゃいけないという風になっております。で、続いて次の乗客の乗車時間まで記載しなきゃいけないっていうのがですね、ルールとしてあるんですね。だから、もし仮になんかその感染、このオリンピック関係者経由でなんかこう感染が仮に広がったっていう風になったとしても、このようにしてなんか終えるようになってるんだなっていうので、感染対策っていう部分もそうですし、その後のまあ感染がもし広がりそうになってしまった時のまあ止める方法って言ったらいいんですかね、追うっていう部分ですかね、っていうのが、まあ、ルールとしてね、徹底されているので、あ、この部分はね、一ドライバーとしてはね、安心できるなっていう部分でした。まあ、目安として今回僕が乗務をしていてて、お客様降車後にすぐにですね、10分かな、休憩してる日報があります。まあ、番組の概要欄の方から日報飛べるんですけども、その日報上10分のね、休憩に関して、これ全部TCT サービスで、オリンピックの関係者を送迎した内容になります。で、このオリンピック開催期間中ですね、おそらく、まあ、この動画をご覧になっていただいている現役のドライバーの方も、オリンピック関係者をね、送迎することがあると思います。で、特に、閉会式、あとパラリンピックの開会式、閉会式に関しましては、いろんなところで交通規制が行われたりとかして、でもその交通規制が行われている中にはね、歩行者がいらっしゃるわけですよ。歩行者が歩ける場所とかもありますから、そうするとね、そこは、完全に陸のことになって、そのタクシーが入ってこれないみたいな状況になるんですね。で、問題はここからですね、オリンピックの関係者送迎した後に、その後ですね、すぐにこう手が上がったりとかします。で、そこで、やっぱり目の前のお客様困ってらっしゃるからとか、売り上げのためにっていうので、すぐにやっぱご乗車をしてしまうっていうことを、
してしまうと、本当にそのコロナの感染がやっぱりこう蔓延してしまうっていうやっぱね部分とかもあると思いますので、本当オリンピックのね関係者を送迎した後っていうのは必ずですね10分ですねその回送にして換気と消毒っていうのはねちょっと徹底をしていただければと思います。はい、続いてはですねこの TCT の運用について、プロタク調べということでお伝えをさせていただきます。ですね、この TCT、まあ、ちょっと概要をお伝えさせていただくと大きく分けて3つですね。配車を受けたドライバーがフロントガラスにこのようなですね表示板っていうんですかねを、表示します。 Dedicated Vehicle for 東京、2020ということで TCT サービスってなんかこの、まあ、これプロタクの方ですねちょっとね真似て作ったんですけど、このねボードをですねフロントガラスのところにこう掲示をするんですよ。で、その、ね、配車を受けたドライバーが、まあ、フロントガラスに掲示をするという形になります。で、向かい先に進行してって、でそうすると例えば選手村みたいにその一般車が入れないところだと、まあ、必ず通行止めが入ってる境目のところで、まあ、ガードマンというかね、そういうその整備をしている人がいますので、その前でこの TCT サービスのこの専用ハイヤーですよっていうプレートを、まあ、お見せして、なおかつ予約名ですね、何々様に呼ばれましたっていう風に伝えていただければ、施設内にこれ入ることができます。迎車表示をしていて、で、この、TCT サービスのこのボードですね、を表示をしてないとこれは入れないです。なので、必ず迎車をして、このプレートと名前、この3点セットがないと通行止めのところには入れないので、必ずその3点セットで中に入っていくっていう流れになります。で、今度じゃあ実車になった後ですね、実車になった後、そのなんかね、お客様もですね、そのオリンピックの関係者はですね、なんでしょうね、その首からぶら下げてる写真入りのなんかね、通行証みたいなのがあるんですよ。で、それと、この TCT のボードがあれば、まあ、開会式の時ですね、青山通りとか外苑西通りがこれ走れなかったんですけども、それを掲示をすれば中走ることができます。なので今後ですね、オリンピックの閉会式、あるいはパラリンピックの開会式、閉会式を乗務をされる予定がある方はですね、ちょっとこのあたり押さえておいていただいた方がいいんじゃないかなと思います。もしですね、今回その開会式乗務をされてて、いや、藤野さん、それちょっと違うと思いますよって、なんか、ご意見とかあれば、どしどしいただければなと思います。これね、なんか、やっぱり現場の、なんていうの、その警備員って言ったらいいんですかね、ボランティアの方たちもおられたりとかしてて、そのあたりですね、なんかルールのね、徹底がされてないというか、ちゃんとね、認知されてないなっていうのが、本当にこう感じる部分でした。おまわりさんもいたりとか、ボランティアの方がいたりとかして、結構ね、その認識が分かれてたりとかするので、ただ僕はですね、その通行止めのところ、全部ね、今回そのおまわりさんだったんですけども、実車中ですね、実車中おまわりさんだったんですけども、この東京2020のボードだけだったら中入れなかったんですが、助手席にいらっしゃったその海外の方が、ご自身が首からぶら下げてる写真付きの身分証をパーって見せたら、どうぞつって中入れてくれたっていうのがありました。なので多分ね、警察ではそのような多分認識になってるんではないかなと思います。はい。はい、続いてですね、ちょっとね、オリンピック関係ないじゃんって思われるかもしれないんですが、祝日深夜に営業しているスタンドっていうお話をさせていただきます。この日ですね、常務日報27回目ですね、千駄ヶ谷から神奈川区丹町、東神奈川までお客様お送りしてるんですよね。この日ね、先ほどもお伝えした通り、片道切符の仕事、お客様をオリンピック会場とかにお送りしたら、またすぐに選手村の方に戻ってみたいなことを、なんか僕ずっと送るみたいなことをしてたので、要は実車率が低くて、すごく効率の悪い仕事をしてました。プラス、やっぱ暑くて、冷房つけてるので、なんかね、やっぱ燃料の消費がすごく激しいなっていう部分があったんですよね。でこれね、1時2分に東神奈川の方にお客様をお送りした時点で、残り走行距離が270キロか280キロぐらいになってて、で、ガスの方が残り40キロしか走れないみたいな表示、50キロぐらいだったかな ?40 から50ぐらいしか走れないっていう風に表示をされてました。だからこれ365キロ使い切る前に、計算上ですよ、ガスがね、ガス切れに起こしてしまうというのがあったので、じゃあガスを入れようと。で1時2分に東神奈川で僕
降車をして、この日ですね、空車で走れる最後の時間が3時48分なんですよね。その3時48分なんですよ。だから3時48分まではこれちょっとギリギリですね、時間を使いたいなっていう部分があったので、もう一勝負二勝負できるなと、距離もあるからもう一勝負二勝負できるなっていうので、なので急いで都内戻ってきて、都内でガスを入れて、そのまま閉会式が終わったそのオリンピック、スタジアムのね、周辺を、まあ、狙いに行こうとしてたんですよね。で、一方でその交通規制がまだ引かれてて、浜崎橋ジャンクションから、西新宿まで通行止めになってました。だから僕はですね、芝浦で降りて、で芝浦のところに、ね、そのガススタンドがあるんですよ。なので僕はですね、東神奈川から戻ってきて、まあ、オリンピック会場を目指してるんですけれども、そこにガスアップをしながらオリンピック会場をね迎えればっていうところで、芝浦で降りて、で芝浦のですね、ここスタンドがあるんですよね、芝浦三丁目のすぐ近くに。なのでここ行ったらですね、なんと祝日で休みっていう風になっちゃってたんですね。で、どうしようと思って、ガス入れないとやっぱこの先に営業がねできなくなってしまうっていう部分があったから、だから僕はですね、どうしようと思って、結局こっから五反田にガススタンドがあるんですよ。はい、この富士エネルギーですね、今ちょっと消えちゃいましたけど、はい、五反田のね、ちょっとこの辺りですね、富士エネルギー、ソニー通りからちょっと、ね、入ってきたところにあるので、まあ、ここ、ね、までこうぐるっと戻ってガスアップをしたみたいな流れがありました。だからね、ちょっとね、この辺ちょっと僕の弱点だなって思いました。事前にね、祝日12時方でもどこのスタンドがねやってるんだろうっていうのは把握をしていれば、このね芝浦まで行って五反田の方まで戻ってくるっていうね、このロスはね防げたんではないかなと思います。それね、ちょっと時間的とかね距離的なね効率でガスアップをするんであれば、まあ、今回に限っては勝島で降りて、この品川シーサイドのあたり、このにあるアスカのねガススタンドを入れるべきだったなって思っております。で、まあ、祝日でもやっているガススタンド、まあ、参考になっていただけるとは思うので、番組の概要欄の方にちょっとリンクを貼り付けておりますので、興味ある方ね、そちらで確認をしていただいて、もし夏場とかね、本当にね、燃料の消費激しいですから、特にね、重複になりますけども、オリンピックの閉会式、あとはパラリンピック開会式、閉会式だと、また一時的にタクシーの需要がドーンと膨れ上がって、しかも長距離の案件っていうのもね、可能性として生まれてくるので、で、その3日間も確か祝日なのかな、パラリンピックは違うのかな、はい、とは思うんですけども、祝日にもし重なった場合はですね、深夜ね、そのガス入れられるところが限られてしまうので、このリンクの方に貼り付けてあるガスアップができるところっていうのを、ね、確認しておいていただければなと思います。で、今回そのね、共有をしているのは Google マップで共有をしているんですけども、都心部に近いガススタンドだけになってます。で、ちょっと僕の記憶の中でのそのスタンドなので、ちょっと抜けとかもあるかもしれません。なので他にもね、こういったとこ立地的にまあすごくいいとこにスタンドがあるよっていうのをね、ご存知な方がいましたら、番組のねコメント欄の方にちょっとコメント助言みたいな形で記入していただければ幸いです。はい、というわけで7月23日の営業開設総括のお話をさせていただきます。はい、総括はイベントを生かそうです。まずそのコロナの状況下で人の動きが制限をされてしまってっていうのでね、イベントごとってすごく少なかったわけですよ。でもオリンピックは開催もされてますし、そうなるとまた閉会式で、パラリンピック開会式、閉会式っていう風に、まあ、イベントがまたあるので、そういったね、イベントの時っていうのは、交通規制がね、引かれてるところは、あくまで車が入れないだけで、その中にやっぱ人がいたりとかするんですよ。そうすると、その交通規制が引かれてる外側にね、人が出てきて、境目って言ったらいいんですかね、結構そういうところはですね、タクシーの需要が発生しやすいポイントだったりとかするので、そういった部分をね、活かしながら営業すると、効率よくね、お客様にね、出会えるんではないかなと思います。
あとはまあこんなにそのでかいイベントでなかったとしても、例えばその日曜日とかね、今緊急事態宣言でないですけれども、歩行者天国がありますね。新宿とか秋葉原、あとはまあ銀座ですかね。でまあ歩行者天国がありますので、その歩行者天国の境目っていうのもですね、やっぱね車が中入っていけないから、そこのギリギリの境目まで歩いてきてタクシー利用されるって方が、まあ、いらっしゃるので、そういったところをやっぱね活用していくと今後いいんではないかなと思います。で今回あくまでですね、オリンピックを事例に、まあ、そのイベントの活用方法総括の部分で軽くお伝えをさせていただきましたが、このね交通規制が行われている境目のところを狙うっていうのは、今後例えばその花火大会とかもそうですし、あとなんだろうな、なんかそのコンサートとかで交通規制ってなかなかないかもしれないですけども、まあでもそのドーム界隈とかだと一時的に交通規制入ったりとかする時もあるので、そういったね境目とかをやっぱ狙うっていうのは、まあ、一つねポイントになってくるんではないかなと思います。ただねその分空車のタクシーすごく集まっちゃうので、やっぱりもったいないなというか、あんまり、ね、おすすめをしないのは、なんか空車のタクシーがねこう列ができるんですよ、ずらーっと。でそこにただ右に前ならえかなもう前に習ってそのまま後ろにこう並んでくみたいなことをやると、結局そうやってイベントごとで、一時的にタクシーの需要がブワーンって膨れ上がってるのに、1回とかね2回しかお客様ご乗車になれないみたいな感じになるから、やっぱねそこの交通規制が引かれてる周りをこうやっぱね順繰り流すっていうのが、まあ、一番いいんではないかなと思います。あとね、そもそもね、そこでね、こう列作っちゃうと、警察車両に、あ、もうここ並ばないでくださいってね、どかされてしまうのももうオチなので、そうすると、待ったはいいけど、お客様にも巡り会えなくて、警察にはどかされて、下手すると取り締まりを受けてしまうという、この30区にもなってしまうこともあり得ます。だからやっぱね、周辺をね、なんか流した方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、まぁ、今回の営業解説に関しましては、売り上げを上げるためのね、方法論、っていうよりも、今現状起きてることとかね、あとそのガスアップね、深夜に関して、祝日の深夜に関してガスアップできる場所みたいなので、なんか営業を組み立てる上で補助的な部分ですかね、とかね、自分がその困らないようにするための、まあ、方法論みたいなのをね、中心でお話をさせていただきました。プロタクのミッションはタクシードライバーの方々に売り上げを上げていただくっていうだけではなくて、違反とか事故がないようにして無理なく売り上げを上げていただくっていうところをですね、ミッションとしてやっておりますので、これからもですね、まあ内容によっては直結的に売り上げにね関係する内容ではなくて、そのオプション的な情報っていうのも配信をしてまいりますので、よろしかったら今後もですね動画の方をご覧になっていただければなと思います。逆にですね、その営業ノウハウ以外の部分で、接客とかもそうですし、接客だったりとかそれ以外の部分も含めて何か解説をしてほしいということがありましたら、ご要望がありましたら、気軽にね番組のコメント欄の方にねリクエストを送っていただければと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。